第2ラウンドです。画面右側、オレンジのトランクスが豊橋スポーツのエース、6戦6勝 4KO、 まだ負けがありません、坂本健二。薬師寺さん、第1ラウンドの後半あたりから徐々にこうリズムを作り始めましたね。坂本ですね、右のカウンターなり上がってましたけど、はい、ちょっと返しが欲しいですね。ちょっとまだ単発に終わってるかという。そうですね。で、一野の方は、はい、その倒しに行くっていう割にはそう出てないんで、そうですね、もっと出ても面白いなと思いますけどね。黒いトランクス、背中が見えているのが一野正志。ここまで9戦して7勝2敗、まあ、途中3年余りのブランクがあったということですが、うん、戦績だけ見ればこれまずまず思うんですよね。そうですね、もうもったいないですよね。そのブランクはどういう理由か分かんないですけど、はい、さあ右のパンチ、ちょっと浅めですがヒットしています。また右、いきなりの右、面白いように当たります。一度パンチを出しますが、坂本の方が有効打は多いか。第2ラウンド一気にまとめる力、やはり日本ランカー、そして日本チャンピオンとなるともう一つ上を目指さないといけないという坂本。そうですね、左が少ないですね。そうですか、はい、右が当たると思ってね、まあ、実際当たってるからね。右のストレート、一度の右、坂本もいきなりの右はポツポツ当たるんですよ ね、 ね、お互い右が当たる、お互いの右が当たる位置に立ってますね。はい、だから左もっと使いたいですね、はい、お互いに左が少ないです、はい、これ坂本としたらこの距離どうなんですか、薬師さん。いや坂本というより出入りが少ないんですよね、はい、うん、だからさあ、顎が当たった。自分のパンチも当たりますけど、一野のパンチも当たりますよ、はい、出入りしないからね、はい、比較的足の動きはそれほどありません、うん、一野の方が徐々に動いてきた。第2ラウンド、オレンジのトランクスが豊橋スポーツのエース、ここまで負けのない坂本。ボディ、左のボディ、ボディ打つのでもやっぱり 上にフェイントかけてからとか、はい、でそういう動き欲しいですね、一瞬、はい、膝をつきました坂本。おお、立ち上がりました一度、これは大丈夫。しかし第2ラウンド、坂本いきなりの右でダウンを取りました。さあ一気にまとめるか、残り30秒ある。坂本攻める、攻める、赤コーナーサイド、さあどんどんいく。一度も手を出します坂本、ここで一気にまとめられるか。さあ連打で畳みかけるんですが、一野の方も頑張っています。正面から行きずりですね、もっとサイドから、サイドから体振って坂本の方行きたいですね。はい、相手のパンチも当たりますよ。第2ラウンド、坂本がダウンを奪いました。第6ラウンド、ラストラウンドです。さあ泣いても笑ってもあと3分間、わかんないですよこれは最後まで。そうですか、はい、坂本ちょっと中盤から苦しんでいます。第2ラウンドにいきなりの右でダウンを取ったんですが、坂本その後は少し一野の方が押し気味かというそんな展開ですから、坂本としてもこれはっきりとしたポイント欲しいですね。そうですね、パンチもらってますよ坂本の方もね、はい、お互いにパンチの当たる距離、しかしここは坂本が攻める、共にパンチの当たる距離で必死に手を出します両者。まっすぐなんですよね、はい、左右に振るとかそういうシーンはあまり見られません。ここを勝って次にでも日本ランカーとの対戦という坂本、もう一つ、もう一歩上に上がるために越えなければならないその苦しい壁、元世界チャンピオンの薬師寺康生も経験したというその苦しみに今坂本が立ち向かっています。第6ラウンド、第2ラウンドに1回坂本がダウンを奪いましたが、その後は一度の方 もう盛り返して、今これ精神的にはもう一度の方がかなりもういってねという。そうですね、5ラウンド終わった時点で手を挙げてましたからね。どうなんでしょうね、入ってねんだ坂本は。やっぱポイントをアピールしたいですよね、はい、ジャッジにね。確かに一度ダウンは取っているんですが、さあ一度のパンチが当たっています。今のラウンドもらいましたよ坂本。この試合に向けて130ラウンドのスパーリングを積んできた坂本健二、ここで落とすわけにはいきません。6回戦で130ラウンド多いですね、はいはい、それだけこの試合絶対に落とすわけにはいかないんだという坂本。
ここを勝っていよいよ次には日本ランカー、そして日本チャンピオン、夢が膨らむ坂本。一野が攻める。第6ラウンド、もう残り1分。はっきりとしたポイントが欲しい坂本。中盤以降は苦戦。一野踏み込み、俺も倒せる存在やねんか。さあ一度もこれはちょっともう攻め手にかけるというそんな感じ。坂本も必死に手を出します。両者とも打ち合います。必死で打ち合います。両者ともパンチが当たっている。押しているのは坂本。技術ではありません。もうここからは根性。はっきりとしたポイントが欲しい坂本。一度ロープに詰めます。第6ラウンドも残り時間がない。試合終了まで時間がない。お互いパンチ当たってますよね。はい、激しい打ち合いです。第2ラウンドに坂本が一度からダウンを取りましたが、その後も本当に分かりません。さあもう残り時間がない。両者ともフラフラ打ち合います。最終ラウンド、ここでダウン。坂本一度戦は判定に持ち込まれました。勝者坂本。坂本が勝ちました。第2ラウンドのダウンが効きました。中盤以降苦しみましたが、坂本健二なんとか判定で一度を下して、これで7戦7勝です。